いつもお世話になってます橘です今回は、父ちばさんとコロちゃんのお散歩に密着していきたいと思いますコロちゃん、かなり興奮している様子ですね,だねコロしかし、父ちばさん、慣れたてつきでコロちゃんのことを落ち着かせていきます ここでフライングー早く行きたいとこの表情ですさあ、父花さんとのお散歩がスタートしました。ぐいぐい引っ張ってますね。ば花さんのお散歩コースの特徴なんですけども、近所のお宅の前をたくさん通ります。ですので、よく農作業をしているおばちゃんだとか、近所の人と会ったりします。そして、母なさんと私と比べると、一番距離が短いコースになってます。なぜこのコースを選んだのでしょうか、父なさん。 ええ。近所のお宅の前を通ることによって、コロちゃんに刺激を与えています。たまに近所の人がコロちゃんに話しかけてくれるんですよ。おっと、ここでコロちゃん決めてきたー第1マーキングーいや、出し切ってますね。ジョボジョボ。第1マーキングが終わってだいぶ落ち着いた様子のコロちゃんです。ここで試しに3人でお散歩をしてみました。 コロちゃん少し戸惑った様子ですねさあお散歩も中盤に差し掛かってまいりましたがここでコロちゃんそわそわしてきてしまいましたおーっとこの姿勢はまさか決めてきたコロちゃんのうんちんぐーいやー踏ん張ってますねーブリブリ爆弾処理班父花さんの出番ですシンプルに臭いですね コロちゃんのにこやかな表情からだいぶすっきりした様子がうかがえますコロちゃん女の子なんですけどもお花を摘む際に片足を上げてしまう癖があるんですけども皆さんのお宅のワンちゃんはどうですか片足を上げるのは男の子のイメージですよね気持ちいいのかもしれませんねさあもう少しですもう少しです目の前には我が家が見えている おーっとここでコロちゃん指をさした我が家が見えましたコロちゃんただいまゴールテープを切りましたコロちゃん帰ってきて早々知り歩きをご披露です土花さんには甘えていますね相当お散歩が楽しかったのではないでしょうかコロちゃん今の気持ちを率直にお願いしますめちゃくちゃ気持ちいいんです土花さんはこれから朝食ですということで最後までご視聴いただきありがとうございました はいといととうことで最後までご視聴いただきありがとうございました。今回は父花さんとコロちゃんのお散歩に密着してみました。これで私と母花さんと父花さんの散歩3種類で最終回ですね。ちなみに兄花さんがお散歩をするのはこの3人がどうしても行けない時なのでかなりの激レア回になります。ええー